ということで綺麗なビーチが見えてまいりました。でーでんということでやってまいりました。でーでんということでビーチでございます。上がってきました。バンサービカップ、こんにちは、のぶです。本日は沖縄県金町にできた新しい海辺ビーチの方に行ってみたいと思います。ということで本日はですね、沖縄県金町に来ております。出だし僕いきなり海辺って言いましたけど、なんかめっちゃ古めかしい言い方しましたが、沖縄県金町に新しいビーチができました。ということで今もビーチなんですけど、実はここは普通に南那覇の方から、うるま市の方から金町に抜ける国道ですね。国道沿いにある駐車場というか、駐車帯みたいなのがあるんですが、そこからすぐ出たところの海辺になります。金町東海岸ですが、東海岸もこんな綺麗なビーチがあります。といってもですね、今日ご紹介するのは、こういった自然のビーチというかですね、ビーチ自体は自然なのか、すいません、人工なのか、僕まだしっかりと把握できてないんですが、金町って結構基地が、米軍基地がたくさん、米軍基地の敷地がたくさんある土地、市町村の一つではあるんですが、その金町の確か返還された場所にですね、海沿いの場所が返還されて、そこにビーチがあって、そのビーチがこの9月の末、ちょっと夏が終わった後にですね、綺麗に整備されたビーチがオープンしたらしいんですね。結構ニュースとかにもなってたんですが、そちらの方が気になってですね、どういった感じのビーチか見に行ってみたくて、そして紹介もしてみたいなっていうことで、今から行ってみたいと思います。それでは金町のこちらの完全な自然なビーチを後にして出発していきます。それでは国道沿いのこんな駐車帯にいました。こちらから出発していきます。それでは329号線のバイパスを走ってまいりましたが、こちらから右に行きます。右手に看板見えてますかね。多分サッカーのキャンプ、野球のキャンプも紹介したかな。そういった時に行ったことがある、こちら金町の新しく整備されたサッカーグラウンドとか野球場がある方向ですね。そちらの方に向かっていきます。こちらの方を左に曲がるようです。なんか不思議な左側ちらっと見えたと思いますが、左側の方ですね。あれ違うな、サンライズビーチは直進って書いてあるので直進します。 Google マップは左だったんですが、直進します。なんか左側にも大きな建物建てますね。なんだろう、サッカーとか野球の室内練習場でも作ってるんでしょうか。確かこの右手がですね、野球場ですね、ベースボールスタジアムになります。そして正面に見えて、目の前に大きく見えているのが健診センターだったかな、医療関係の施設になります。そしてサッカーグラウンドがこちらの、あまりちゃんと映ってませんが、正面ぐらいの場所ですね。この右手ですね、この右手側にサッカーグラウンドがあります。ということで、こちらサンライズビーチ、名前言いましたがサンライズビーチです。こちらを左だそうです。それでは行ってみましょう。まだこちらもまっすぐなようです。お、左側になんか新しいホテルがあるんですね。こちらを直進するそうです。マップ通りじゃなくて道しるべ通りに行っております。 Google マップはちょっと道間違ってるみたいなのでお気をつけください。ということで、ここを左のようですね。あ、砂利道かと思ったら新しい道路ができております。こちらがさらに入り口になります。行ってみましょう。ということで、綺麗なビーチが見えてまいりました。こちらのようです。どこに行くんだろう、駐車場がどこかにあるとは思うんですが、駐車料金取られるかと思ったんですが、普通にこれ左側が駐車場っぽいですね。臨時駐車場ってなってます。この左側に止めたらいいようですね。ここに止めたらいいのかな。でーてんっていうことでやってまいりました。こちら金サンライズビーチです。そこにビーチの名前書いてありますね。とりあえず道路を渡ってみましょう。駐車場が多分大丈夫だと思うんですが、先ほどの場所に止めました。そして金サンライズビーチ到着でございます。なんかいろんな総合受付がありますね。そしてちょっと戻ってまいりましたが、駐車場合ってるかなと思ったんですが、こちらが駐車場で合ってますね。駐車場内の事故トラブルを一切責任負いませんって書いてますが、こちら左側が駐車場のようです。そして総合受付っていう上りの方に戻ってまいりましたが、最初は正々堂々とこちらから行ってみましょうか。他からも全然入れそうなんですが、こちらから入っていきたいと思います。ということで、総合受付の上りがあるところです。さすが緊張
ちょっとうるさいですねということで入りましたが、特に何かあるわけではなさそうです。一応こちらの右手が受付になってますね、まあ、こちらでいろんなマリンスポーツとかの申し込みをするんだと思います。そしてこちら側に全体の地図が書いてます。ちょっと地図だけ先に確認しましょうか。ど真ん中に遊泳区域があって、多目的広場っていうことで、ビーチのこの通路を1個隔ててこちら側にある感じですね。そしてバーベキュー施設があって、バーベキュー食材受け取り口、そしてこれもバーベキュー施設かな、こっちはシャワートイレかな。そしてここが今いる場所ですね、受付管理棟です。結構受付管理棟端っこにありますね。そしてシャワートイレは反対側にもあるので、海に来るだけならこっち側に止めても問題なそうですね。こんな感じでございます。とりあえずビーチの方出てみましょうか。本当に綺麗な感じですね。しかし誰も泳ぎに来たりはしてないみたいですね。何人か様子を見に来られてるのか、観光客の方っぽい方もいらっしゃいますが、それではこちらから入っていきましょう。でんということでビーチでございます。特に前と変わんないんで、わざとこんなダーダンやる必要もないですが、まあビーチはビーチで普通にビーチですね。でも砂浜はすごい広い感じがしますね。ビーチ整備用に砂は入れたのかな、なんか自然のビーチというよりこの辺りは作られたビーチっていう感じがします。そして管理棟っていうか、なんて言うんですか、レスキューの方がちゃんとスタンバイするのはこの右とこちら側にもあるんですけれど、誰もいらっしゃらないですねっていうか誰も泳いでませんガラガラです。土日は多分地元の人とかが来るとは思うんですが、特に駐車場代もかからなかったので普通に気軽に来れるビーチですね。本当にバーベキューするときは費用はいると思いますが、駐車場かからないのは大きいですね、まあ、緊張でお金取ったらちょっと地元の方とかから文句が出るのかもしれませんね。こんな感じの綺麗なビーチでございます。めっちゃ海の匂いがする。それではしばし海をご堪能ください。ということで金サンライズビーチのビーチでございました。まあ、ビーチ自体はそれほどなんか目新しいものはないですね。ちょっと施設もうちょっと見ていきましょう。端っこの方まで行ってみたいと思います。それでは遊泳エリアだいぶ遠くなりましたが、この辺りまでやってまいりました。多分シャワーとかだけだと思うんですが、行ってみましょう。あとまだまだこういった木が大きくなってないので、これ多分防砂、砂があまりこちらの道路の方に行かないようにでしょうね。こういったネットがいろんなところっていうかずっと張り巡らされてる感じです。この辺りの木がもうちょっと大きくなったらその代わりになると思うんですが、まだまだその役目は果たせなさそうですね。そしてシャワーの手前になんか立派な駐車場がありました。誰もここに停めてませんがって、ああ駐車場入れなくなってる、まあ、この辺は特別な関係者になるのかな。一応こちらに駐車場ありますが誰も入れない状態になっております。そしてこちらからのこちらでございます。シャワーとか足洗い場も外にありますね。さすがにこういったところはしっかりとした施設になっております。っていうか砂まみれになったのでちょっと流しときます。一旦それではちょっとシャワー室、めっちゃ暗いですが、こちら誰もいらっしゃらなかったので、ちょっとだけ中の施設ちゃんとお湯が出るタイプですね。これは嬉しい。そして1階でもちょっと高めの200円でございます。時間は同じぐらいですね、他の施設と。5分でございます。5分で200円です。その代わり温水付きです。一応ブースが4つありますね。そして施設の利用時間とか特に何も書いてません。そしてさらにこの奥にもこちらとあと2箇所かな、東屋はあるみたいですね。こちらの奥で休憩とかもできるようです。奥の東屋に来てみました。こっちにも水道ありますね。やっぱりバーベキューとかするのかな、まあ、バーベキューするならこちらに水道あるとかなり嬉しいですよね。他のところはこんな施設普通ないですけど、チューブとかのよく行くビーチパーティー施設にはこういうのないですが、結構嬉しい感じです。それではもうちょっと中央のバーベキュー施設って書いてたところの方に行ってみましょう。ちなみに BGM ががっつり載ってるので、沖縄県のライブ配信者などはこちらの BGM はぜひお気をつけください。余談でした。ということで中央のバーベキュー施設の方にやってまいりました。こちらです。上も登れそうですね。入っても問題なそうですね。上がってみましょう。よし、それでは上がっていきます。上がっていきました。なかなか景色はいいですね。まあ、こういったちょっと一段高いところからビーチに見下ろせるところ何箇所かありますが、やっぱりちょっと上から見る景色もいいですよね。
いい雰囲気でございます。そしてこちら側にこんな感じで机が並んでます。基本的には予約だと思うんですが、あちらの右2つは予約席みたいな感じで書いてますね。でもこっちで書いてないんで、こっちまあ予約されてないということでしょう。今日も予約入ってるのかな、それともまあ基本的に予約席って書いてるのか分かりませんが、予約席の紙が貼られております。こちら名称はバーベキューピロティ島っていうみたいですね。そんな感じで上りが立ってます。それではまたさらにあっちの方行ってみましょうか。ちょっと行ってみましょう。一つこの上の屋根なんですが、完全な屋根ではないんですよね。こんな感じで角度によっては開いてる感じです。まあそれでも光は多分しのげるんでしょう。ちょっとしたこういった光は漏れてきますが、まあ、その方が風が抜けていいのかな。こんな感じの施設でございました。それでは言った通り降りていきます。そして下側にもこんな感じで机と椅子がたくさんあります。こっちでもバーベキューとかやる感じなんだと思います。たくさん本当に並んでおります。そして僕の背後ですが、ここのピロティとこのバーベキュー施設にもトイレはあります。シャワーはないと思います。シャワーはあっちですね。そしてこちらがバーベキュー施設の貸し出し口のようですね。さっきのバーベキュー施設、コカコーラの自販機150円とかでしたけど、こっちにチェリオの方自販機ありますね。100円の自販機ありますので、安い方が良ければこちらの貸し出し口にいらっしゃってください。もちろんあちらのバーベキュー棟のコカコーラの自販機コークオン対応なので、キャッシュレスは対応しております。その点は向こうの方がいいですね。こっちは現金のみです。そしてここも上登れそうですね。ちょっと上登ってみましょうか。上登ってみましょう。はい、登ってまいりました。こっちもバーベキューする施設になってるのかな。一応机とかはありますが、バーベキュー施設になってるのかはすいません、不明でございます。さっきのバーベキュー棟がこの屋根がバーベキューの貸し出しとかするところで、その向こう側ですね、こんな位置関係になってます。ちなみにここの下にシャワーとかがあります。そしてもちろんこちら側からの景色もいい感じでございます。ちょっと高いところから見た景色でございます。そして映えスポットアイラブキンなんていうのもあります。ちょっとだけ行ってみましょうか。バーベキューと階段1箇所しかなかったんですが、こちらは2箇所ありますね。こちらとあと向こう側からも上り下りはできます。そして降りてくると最初入った場所ですね、受付の場所になります。さっき言ったあっちのアイラブキンちょっと行ってみましょう。こちらの遊泳エリアからのこちらアイラブキンでございます。サムネにしてるかな。こんな感じの映えスポットですね。こんなところでぜひ綺麗な海と写真でも撮ってみてください。関係者なのか普通にお金料金払ってるんでしょうね。今ウェイクボードの準備しててウェイクボードするんだと思ったら、あそこにジェットが準備されてました。関係者とかもしれません。こんな感じでいい感じでございます。あとちなみにこっちにも東屋があります。ちょっと受付に来てみましたが、ビーチレンタル料でございます。そしてサンライズバーベキューの設利用料とかですね、ちょっともらっていこうかな。ということでまたセンターのこちらの2階の方に上がってまいりましたが、さっき見たこちらのバーベキューメニューとかちょっと見てみましょうか。バーベキューメニュー、サンライズセット A が2100円、そして B が1800円。違いはウインナーですね。ウインナーと違う、ウインナーはあった、この金アグー腕っていうのがあるんですね。あとちょっと野菜のセットが違いそうです。あとはびっくりセット2200円、金アワーセット2700円、タームくんセット1400円、あこれは子供用ですね。そしてコンロセット5500円、これを払ってこの辺プラスっていう感じでしょうか。そして焼きそば、そして僕も大好きビールのサーバーもこういった値段になっております。あとはマリンアクティビティですね。さっきもちらっと見ましたが、バナナボート1500円、スーパーマーブル2000円、ジェットツーリング2500円などとなっております。そういえばさっきウェイクボードの準備してた方、完全に関係者のようでした。スタッフっぽい人と喋ってたので、まだ準備中なのでその辺のなんかいろいろ準備をしてるんだと思います。そしてあとこちらが、まあ、今回できたこちらのサンライズビーチの広告ビラになります。こんな感じのビーチが完成しました。ということで本日はこちら沖縄県金町に新しくできたビーチ、なかなかビーチが新しくできることって稀だと思いますが、こちら沖縄県金町に新しくできました。すいません、めちゃめちゃ汗だくなんですが、駐車場も無料で普通にビーチで泳ぐだけだったら特に費用はかかりません。シャワー施設とか使うときはシャワーは料金かかったりしますが、海に遊びに来た時だけを考えるとそれぐらいかな、費用ははだかるのは。なので結構気軽に来れるビーチだと思います。ぜひ皆さんも利用してみてください。ちょっと緊張まで遠いですが、こんな綺麗な海が広がっておりますので、ぜひ皆さんも来てみてください。ということで本日は改めまして沖縄県金町にできた新しいビーチ、金サンライズビーチのご紹介そしていただきました。こちらのチャンネルで沖縄県民のための沖縄の情報を配信しております。この動画が役に立ったなと思っていただいたら高評価、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。サーリークラップ、バイバーイ。
そういえばおまけですが、来るときに言ってましたが、こちら右側にホテルがあるんですね。ちょっと入り口まで行ってみましょうか。こちらに行ってみます。もうすぐこちらがホテルなんですね。こちらの上がホテルのようです。バン、アスボステイホテルというホテルがこちらにできているようです。ビーチ近いですが、ちょっと歩くには遠いかな。